32名、そして地元の仙台コカ・コーラ社から21名合わせて、はい、今参加をしています、うん。そもそもこの午前中のこの表浜の、海岸清掃なんですが、はい、これグローバルに国際海岸清掃活動というものを展開しておりまして、もともとはオーシャンコンサルバシーという NPO が、ですから1986年にアメリカで始めて、それにコカ・コーラカンパニーとして賛同して、はい、今このような形を世界中で、昨年、震災の後の、ボランティアも兼ねてここ七ヶ浜に、来て、今年は2年目と思います。普通の分離だと、燃えるゴミ、燃えないゴミとか、はい、プラスチックとか、ガラスとかってあるんですけども、細かい分類でどれぐらいのゴミだったかということをまとめて、でそれを、報告して、それは世界の部分として集めて、どういう傾向にあるかということで、かなり事細かい分析表というのがありまして、これを集めた後、みんなでそれをまた大体これが 何グラムぐらいとか何グラムぐらいとかっていう形で仕分けて、それで報告。何ですか、これは。何なんでしょうね。工業製品、貝ではないですよね。これプラスチックですね。ゴミは、重くても小さくてもゴミなんでね。さすがいいこと言いましたね、今ね。いやでもそうじゃないですか。なんか今のもらいます。もう一回言ってください。今のもらいますって。なんて言いました今。いや、ありがとうございます。なるほど。今日のゴミちょっと見て、どんな感想がありますか。いや、やっぱり、何度きれいにしても、また高い波が来ると今回もですね、いろいろな部門から、そういう、広報とか環境の担当する部門だけじゃなくて、営業部門ですとか経理、それから、いわゆるテクニカルとか、開発のいろんな部門から参加してもらっているので、その部門を超えた社員として、もちろん仙台コカ・コーラさんもそうだと思うんですけど、一緒に取り組むということで、今おっしゃったように、企業文化というか、そういうものが伝承されていけばいいのかなと思います。